に出くわしました。あわせりのハリキューマッサージ安心堂です。久々の天気のあわせりですけど、風が寒いです。今正面に見えてるのはシャリだけです。今日綺麗に見えてますね。知床連山も見えるでしょうか。寒い、手袋必要だった。風が冷たいですね。ここ2、3日雨でも峠は雪が降ってたみたいで、ちょっともともと口の周りが冷えて余計喋りが悪くなってます。すまへん。ちょうどちょっと木があるんだよね。間違えて停止してしまいました。写真撮ろうと思ったのに。海の匂いがいいですね。写真撮ったのかな。ちょっとアップしてみますか。桜も市内はちょっと雨で結構散ってきてるんですけど、もう葉桜の木もあるんですけど、海岸線寒いせいかさっき桜がいっぱいあったんで、ね、帰りに撮ってきますんで、ね、後半は桜ロード海岸線お楽しみに。いやー寒いわ。ではまた、あわせりのハリキューマッサージ安心堂。今週はあさって水曜日15日と16日木曜日は定休日です。じゃあねー、マハロー。桜へ続く。あれ、山水車まだあそこ走ってますね。また出てきました。帰り道なんか俺の方が歩くの早い感じで抜いちゃうかもって、追いつきそうで追いつかないかもしれないですね。水まきながら掃除してます。今日なら天気いいからいいかもね。こっち側はまだやってないのかな。いずれうちの前も行くかもしれないですね。ではこの後ほど桜の映像をお楽しみに。山の方は咲いてないね、あんまり。じゃあまた。アローハー。またもや、安心堂です。桜通り来ましたよ。ここは、そっちに玉味がある、マリンバンクの T0 の交差点。この坂の上に南高がありますね。網走南ヶ丘高校。今日は野球部、エンガルトの試合ですね。どうですか桜、これ桜だよねよくわかんないけど白っぽく見えたけど、南高頑張ってほしいですね。1回戦はなんと忘れ同士慶応高校で当たって、また慶応のキャッチャーとエースと4番が来てましたけど、6対3で惜しくも負けてしまいましたけど、なんか南高の方もいいピッチャーみたいで、西武のスカートを当てたみたいですね。すごいですね。この辺ちょっといまいち咲いてないかな。まあ、この辺やっぱり海岸線近いから咲くのは遅かったのか、今頃ちょうど見頃ですよ。さっき2人でウォーキングしてる人とか1人でやってる人がありましたけど、今の東屋がポケストップですね。よいしょ。反対側はあんまり咲いてない。咲いてる場所もあるんですけどね。そっちは港で、向こうに海があるから、めっちゃ風冷たいけど、ここまだ山の下なんで、大町ですね、上。もうちょっと行くと出雲大社の神社があるんですけど、毎年初詣に来てます。結構咲いてるとは思うんですけどね。いや寒いです。天気はいいけど青空で素晴らしいんですけど、これはオホーツクブルーってやつですね。これ空見えますか。雲が全然ないですね今日は。でも風が冷たい。さっき手袋を履いて歩いてる人が正解ですね。こうやって撮影してても手がシャッコイです。シャッコイって北海道弁だべっち。
昼間でこんだけ寒いからちょっと夕方はまだ歩きしないですね。この辺ちょっとあんまり咲いてないですね。でも咲き終わったのかな。お、そこ咲いてる、綺麗に真っ赤いだ。いっぱいちっちゃい木が噂ってますね。あ、この辺終わってたっけな。街中は真っ赤いの木が降ってたんで、あれ、もうこの辺ないですね。ここが出雲大社です。あまりこっちの方は咲いてないですね。ここが T 字路のカーブですね。上が南高のグランドかな。これはもう満開って感じじゃないですね。そんな感じです。今週は水曜木曜定休日です。アーシンのハリキューマッサージの安心堂でした。また次の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。最近半月ぐらいで4人ぐらい増えたんで、登録してくれた方ありがとうございます。ではまた、マハロー。